大地町は奈良県北葛城郡北端に位置する町。北は大和川を境に、生駒郡三里町、枯るが町と接し、東部は北葛城郡河井町、神牧町、南部は柏市、西部は大阪府柏原市と接する。町内は新興住宅地が多く、大阪市のベッドタウンとなっている。大阪市への通勤率は二十八点五パーセントで、奈良県内では 生駒市に次いで高い値となっている。山戸川が県境を越えて大阪へ向かう奈良県内における山戸川水系の最下流の場所にあるため県内で最も海抜が低い地域であり、1982年には町中心部で水害による甚大な被害が出た。西方にはカツラの産地を控え果樹打ち面積は広くはない。ゆえに面積は 全国の町村部でも最小級にありながら、人口密度は屈指の多さを誇り、奈良県内では、大和高田市、菅薪町に次いで、第3位。また、農地面積、農業従事者は、県内で最も少なく、水田は、町の北部では、ほとんど見られない。王子駅には、西日本旅客鉄道関西本線、和歌山線、近畿日本鉄道いこ線及び、田原本線が接続し、 県北部のターミナルの一つとなっている。また、道路では、国道25号や国道168号が交わる、交通の要衝でもある。王子駅前の様子北は大和川、南は、九ず下川に挟まれ、中央部を JR 線、近鉄線が横断する。王子駅を中心として、市街地が広がり、駅南側の王子地区に、中高層のマンションが林立するほか、町役場や、 消防署などの観光庁や商業施設が集積している。一方、駅北側の旧土地区では、市街地再開発事業が一段落したものの、未だ古い木造家屋や道幅の狭い路地も多い。東側の船戸地区では、河合町境のうまみ給北端に沿って、住宅地が形成されている。山戸川、く下川左岸の藤井、元町両地区では、 明人山麓に沿って住宅が点在する。二本の川に挟まれ、比較的なだらかな北部とは対照的に起伏が激しい。本町地区では町内を縦貫する国道168号沿道を中心に住宅が広がり、町内で最も人口が集中している。河合町境の崩した地区では、 北の丘陵部が新興住宅地として開発がなされているが、南側のく下川う岸では、田園風景を垣間見ることができる。畑田駅や国道168号を各として、住宅地、商業地が混在、町の南の玄関口である、当地区だけでなく、町内全域にも当てはまることであるが、国道の道幅が境外であり、通勤時間帯を中心に渋滞が頻発する。 特に旗田四丁目交差点付近においてその傾向が強い。南部の明神大使領地区は、明神山登録に開発された王子ニュータウンを形成している。明神山への登山口でもある。現在も、宅地の造成によって拡大を続けている。2009年、中部の元町三丁目付近でも大規模な新興住宅地が造成され、新町名、南元町が当てられた。 県人口と同様に、微減傾向が続いていたが、近年は再び増加傾向にある。王子の名は、聖徳太子が建立した、方向寺に由来するとされる。現在、方向寺は、片岡山の南陸に位置するが、かつては、王子町立王子小学校付近にあったものとされ、同小学校付近では、国道168号の拡幅工事に合わせ、発掘調査が行われている。 古代の大和国屑、下郡品、春里の地で、縁起式内、片岡神社が鎮座する。王子の地名の由来は戦術の片岡王子からという、他にも、品地が転化したという説もある。宝光寺と同じく、聖徳太子が建立したと言われるダルマ寺が、道長本町にある。近代、鉄道の開通とともに発展を歩んできた、鉄道の町としての側面を持ち、王子駅は、 その象徴といえよう、清和地区の中枢を担い、北葛城郡山町及び、生駒郡、柏市北部をして、さながら小都市圏の様相を呈している。なお、昭和35年の国勢調査から設定された人口集中地区では、すべての調査において、奈良県で唯一設定されている町である、大学高等学校中学校、小学校救急指定病院等町からほど近い、置に、 奈良県清和医療センターも存在する。王子駅構内と王子駅南口の風景。王子駅は快速停車駅であり、天王寺駅まで平均19分、奈良駅まで平均16分で結ばれている。なお、関西本線は、三里駅河内地検駅間でも王子町を通過している。一般国道県道各郵便局には、 ゆうちょ銀行の ATM が併設されており、印の郵便局では、ホリデーサービスを実施。王子町内には三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行のメガバンク二行が、進出している。日本の軍部においては極めて珍しいことである。また、上記の両銀行と南都銀行にはいずれも、住宅ローン相談窓口が設置されており、奈良県中南部の基幹支店である側面を垣間見る。 ことができる。和の金が鳴る町王子はとは、聖徳大子が制定した17条憲法の第1条、いかずためカの精神を表している。町内には、柔らぎと名のつく施設が参見される。また、聖和地区七町合併構想が掲げられていた、最新指名の候補に柔らぎ主があった。国道25号と国道168号が交差する。 本町一丁目交差点角にはそのシンボルである輪の鐘が設置されている。雪丸から2013年6月25日、王子町の公式マスコットして認定。同年8月には王子町観光、広報大使に任命される。聖徳大使の愛犬とされ、ドローンも作られた。衆議院参議院奈良県議会長議会、平安幸井康行駒群のイカルガ町、安土町、三里町、 ヘグリ町と北桂木郡のカン町、河井町との合併が審議され、新氏名の候補は、清和市、法隆寺市、西名良市、柔ら木市、西山都市の5つに決定。合併協議会での投票の結果、新氏名は清和市と決まったが、王子町、枯鳴町、ヘグリ町で実施された住民投票の結果、財務状況が良好である王子。 イカルが両長で反対票が多数となり、両長が合併協議会を離脱。協議会は解散され、合併は白紙に、県内第2の人口となる15万都市は幻と消えた。ありがとうございます。